あるタクシードライバーの話です。その人は人通りの少ないところを走っていました。ふと見ると全身真っ赤の服を着ている女性が手を挙げていたので、車を止めて乗せました。その女性は縁の広い大きな帽子を深くかぶっていて、鼻から上が見えません。でも年はまだ若く美人のようでした。バツバツの丸々までお願いしますと女性は言い、車を走らせました。家まで着き、お金を払い、車を降り家に入りました。さあ行こうと思ったら、ドライバーは忘れ物のハンカチに気づきました。ドライバーはハンカチを持って家に行きました。ところが家はぴっちりと閉まっていて、窓にはカーテンがかかっていました。どこか探しているうちに玄関のドアに小さい覗き穴がついていることに気づき、そこから中を覗きました。すると中は全部真っ赤な色だったのです。その赤は全部キラキラ光っていました。どうも中に人がいないようなので、ハンカチはポストに入れてその場を立ち去りました。なんとなくお腹が空いたので近くにあるラーメン屋に行きました。店でさっきの女性のことを話しました。バツバツの丸々のうちの女性綺麗そうですよねと言ったら、あそこの女性かわいそうだよね、事故で眼球が真っ赤になっちゃったんだよね。それを聞いてハッとしました。そうだ、あの時自分が覗き穴から自分が覗いていたのと同時に、あの女性もこっちを覗いていたんだ。運転手さんは鳥肌が立ったそうです。